なぜだ、なぜ、なぜすがりついてくるんだ。おお、大丈夫？お父さん。ダメよ、マロミ。大丈夫？大丈夫、当たり前だ。無理しなくてもよかったんだよ。ん？お祭り、仕事が忙しいのに。それとこれとは別だ。そうだ、俺は娘が欲しかったんだ。親父とそりが合わなかったからな。息子ができて同じように嫌われるのは辛い。おかしいか、俺の言ってること。そんなことないわ。この子はきっと女の子。ごめんなさい赤ちゃん、ごめんなさい。現実を受け入れよう。お前がそばにいればそれでいい。行ってらっしゃい。私さえいなければこんな苦しい生活。二度とそんなことを言うな。お前はただ逃げようとしているだけだ。そのわしの身の救いなどまやかしに過ぎん。どんなに苦しくても目を背けず一緒に乗り越えていくんだ。ありがとう。ミサエ。私もうすぐ死ぬわ。その前にお別れが言いたかった。私がよく知っているあなたに。待て、分かってる、よく分かってるんだ。私幸せでした。ミサエ。心肺停止。心臓マッサージ。お父さん。誰がお前の父さんだ。分かってるさ。ああ分かってるんだよ。この世界が嘘っぱちだってことくらいな。嘘なんだよ、こんなものは。何してるんだ。やめておくれ。どいつもこいつもふざけやがって。やめなよ、ここはあんたの世界だよ。あんたの世界がなくなっちゃうんだよ。犬がベラベラ喋ってんじゃねえ。俺の居場所なんざとっくりねえんだよ。その居場所がないって現実こそが俺の本当の居場所なんだ。係長が帰ってきた。